皆さんこんにちは。おしゃれな天然酵母パン作り講師高橋貴子です。本日はですね、ドライフルーツの芋戻しについてお伝えしたいと思います。レーズンとかですね、いろいろとドライフルーツ乾燥されているものがあるんですけれども、そちらをパン生地に入れるときには湯戻し、例えばそうですね、ぬるま湯で5分から7分とか、それぐらいをこう入れて、でそれでふやかしてから使った方がいいというような形でご説明してるんですけれども、理由は2つです。主に乾燥させてその運ぶ時にですね、オイルコーティングとかされてるようなケースがあったりすると、そのオイルがですね、酸化したりとかしたものがくっついてたりとかするので、そちらの方をちょっと洗い落とすような意味で湯戻しをしていただくというのが1つ。もう1つはですね、乾燥したしまったままですと、その周りパンの中にそのまま入れてしまった時に周りの生地の水を吸ってしまう、要はふやくんですけども、そこ でその周りの生地がちょっと固くなったりとかしてしまうので、ある程度水を中に体の中に入れてあげるっていうところで、パン生地から無理に水を取らなくて済むような、そういう形で使っていくのがよろしいかと思いますので、ドライフルーツをパンに入れる時にはそのドライフルーツそのものをそこの中に少し水を入れてあげて、それからお使いになった方がいいと思います。